山本修五郎作矢,矢はまっすぐに飛んだ晩秋のよく晴れた日の午後で空気は結晶体のように厳しく澄み通っている矢はその中をまるで光の糸を張ったように飛び安土のあたりで 小さなな点になったと見ると心よい音を立てて的に突き立った「やはりあの矢だ」。家綱はそううなずきながら的に突き立った矢をしばらく見守っていたがやがて脇につくばっている故障に振り返って「そこにある矢をみなとってみせ」。 と言った。故障のものが矢立に残っているのを全て取って差し出した4本あった彼はそのはずまきの下にあたるところを1本ずつ丁寧に調べてみたすると果たしてその中にも1本あったはずまきの下のところに「大岩」という2文字が ごく小さく目のように掘りつけてある今いた矢にもそれがあった去年あたりから時々その矢に当たる初めは気づかなかったが持った時の重さや鶴を離れる時の具合やいかにも快い飛び様などいろいろな良い条件が揃っているので「ああまたこの矢か」。 思い当たるようになった矢にも随分癖のあるものだがそれほどはっきりと性の揃ったものは珍しいそれでよく注意してみると思い当たる矢には決まったように「大岩」という文字が彫りつけてあるのだった「尋ねることがある」「単語を呼んでまいれ」「西尾単語だ」そう言って家綱は 将棋に賭けた古障の一人が走っていったお弓や槍奉行の丹後神忠長はすぐに始考した家綱はまだ十九歳であるが三代家光の活発な起承を受けて生まれ父に似てなかなか眩厳なところが多かった弓や奉行などが直に呼びつけられる例は稀なことなので 単語の神は叱責されるものと思ったのであろう平服した額のあたりは紙のように白かった「許す遅刻」二度まで促されて膝を寄せる丹の守に家綱は持っていた一本の矢を渡したそのはずまきのすぐ下のところを見何やら 名のような文字が彫ってある。は読めたか。はっ仰せのごとく、大願と彫りつけてあるかに覚えます。一年ほど前より、折々にその矢を見る。どこから出たものか、いかなるものの作か、取り正してまれ。 恐れながら、単語の神は平伏していった。御上位の胸は、ご不況にございましょうや。もしさようなれば、お道具吟味の役目として、単語、いかようにもお詫びをつかまつります。いや、その方は、申しつけた通りにすればよい。なるべく早くいたせ。単語の神は、 その矢をっって下がった。「将軍の御用の矢は諸国の大名たちから献上されるものを生鮮し最も良い策だけを進めることは言うまでもない」。丹後神は自らお蔵へ行って献上別になっている矢箱を念入りに調べ始めた。随分の数だから早々級には分からなかった。 それで下役の者にも手伝わしたが、三日目になってようやく問題の品の入っている矢箱が見つかった。それは三河の国岡崎の水の剣も津田吉から剣納されたものであった。枠にはめて十本ずつ重重ねになっている箱が五つある。つまり五百本あるわけだが、その中から 大願という文字を彫りつけた矢が五十本余り出てきた単語の神はその矢を持って水の家を訪れた剣持忠義も非常に驚いた「大願とは何を記念するのかわからないけれど将軍の手に触れるものだけにそのような品を気づかないで献上したことは重大な粗骨である」。上様には ごご不況のようでござったかそう存じまして当座のお詫びを権上つかまつりましたところただ申しつけた通りに吟味せよ急ぐぞとの仰せにございましたそれでとりあえずお知らせに参った次第でございます忠義はぐっと唇を引き結び何か思案をしていた様子だったが これは家来どもには知らせたくないと思う。幸いこの月末は参勤のおいとまにあたるから日を早めていただき自分で帰国してすぐ取りたすとしよう。それまで御前を頼む。承知つかまつりました。できるだけ早く吟味の次第お知らせ願います。 念を押して、単語の紙は帰った。剣持忠義はじっと長いこと八幡の際の小さな文字を見つめていたこれは万治二年1659年十月半ばのことである話はここで十八年前すなわち 寛永18年1641年に帰るところは駿河の国田中城下信州の風吹き染める8月のある日の午後のことであったその時美世は縁側から庭の架橋を見ていたまだ若木の木材橋で今年初めて五つほど実をつけたが 「雨や風のために落ちてもう二つしか残っていない」「それも熟すまで枝についているかどうかわからないけれど今はまだ羽村の間につやつやとした硬そうな光を見え隠れさせている」「初成りの柿を青だけで作った小さな籠に入れ子供に背負わせると息災に育つという俗襲がある」 美代は青垣を眺めながらそれを空想した2歳の誕生を迎える安之助が柿を入れた青竹の小さな籠を背にしてよちよちと歩く姿は考えるだけでも愛らしく楽しいものだった「どうか一つでもよいから残ってくれるとよい」若い母親には 酔うほどの空想だった「そこへ家来の足森忠四郎がはせ入ってきた旅自宅のままで脇の折り戸からいきなり庭へ駆け込んできたのである」「埃りまみれの髪痩せて落ちくぼんだ頬血の気のない震える唇それは一目で悪い出来事を直感させるものだった」 ごご挨拶はごめんこむります。彼は庭先に膝を下ろしていった「旦那様には苦悩山にてご障害にございます」あまりに突然過ぎたしまたあまりに思いがけない言葉だった身をは我れ知らず「えと聞き返しそうにしてようやく自分を抑え 膝の上に置いた手にぐっと力を入れた。鼓動が胸を突き破りそうに思えた。中四郎は乾いた唇を打ち震わせながら続けた。間違いのもとは些細なことでございましたが、香川屋左衛門様が言い募り、ついに抜き合わせて。旦那様には見事に香川様をお仕留めなさいました。 見ていた者も,も旦那様に非分はない香川様が悪いと申し合っておりましたが旦那様は金約中の不始末を申し訳なしとおぼしめし結末のことを詳しく目付役へお書き残しの上その夜半宿所にてご切腹にございました」。美代は興奮を抑えた小姉で尋ねた。 それで、その大変はお役目をお果たし遊ばしてからのちかそれともお役目はまだ残っていてか不幸中の幸いにはすでに奉納のお役は滞りなく終わったあとでございましたああそれで女に関わることはない美世はそう思うと同時に 初めてブルブルと突き上げてくる身震いを止められなくなった。夫の桃木がお役を申しつかって家を出かけたのは七日前のことだった。その月二日に将軍家光にお世継ぎが誕生した。水野剣持忠義はその祝儀として久能山東照宮へ石の鳥居を奉納することになり、 茅野桃木はその事務頭として久能山へ出張したのである並々の場合ではないからお役を果たしたかどうかということは悲嘆の中にも何よりも美世の気がかりなところだったのである安之助へのご遺言などはなかったかはい若い家来は 辛そうに目を伏せた目付役へ始末症を残し遊ばしましたほかは一通のご遺言もございませんでした美世は寂しそうにうなずいたいかにも寂しそうな目だったすぐにもお咎めの使者があるであろうそう思ったので 召使いたた。ちににそののを告げ、家内の始末にかかっ二百石の書院版で家財といっても多くはないお上に納められるもののほかはわずかな衣類と仏壇だけがめぼしいものだった普段つましく家計を守ったけれど結婚して三年目であるし安之助が生まれたりして貯蓄は乏しかった。 それで売れるものは売って召使いたちの選別の足しにしなければならなかった城から使いが来たのはその翌々日の朝のことだった美世は水上に結い、着替えをさせた安之助を抱いて上司を迎えた「別して大切なるお役目中。 私の争いによって人情に及びたる始末重罪をも申しつくべきところ即座に自害して責めを置いたる仕方神妙におぼしめされよって食禄召し上げ遺族には領内追放を申しつくるものなりお達しの主味はそういうものだったそれから使いの役人は 久能山で没収したのの遺品のうち金二枚に小銭の入っている金袋と大小一腰の刀それに一つ紙の位牌を取り出して渡した上司を送り出してから美代は仏壇に証を入れ夫の遺髪を上げて子をたいたそして安之助と二人してその前に座った時 初めて思うままに、しかし声を忍んで泣いた「安之助さあお手を合わせてよく拝むのですよこうして」幼い者の,の手を合わせてやり低く照明念仏しながら美世は涙の中からしっかりと威髪を見上げていた。 旦那様安之助のことはご安心遊ばせ必ず立派な侍に育て上げてご覧に入れますご遺言のなかったのは私をお信じ遊ばしてのことと存じます美世はそのお心を決して忘れませぬその時襖の彼方で 耐えかかねたように、誰かのすすり明く,くる日の朝美代は安之助を背に追って家を出て行った美濃の国加納藩に実家があるのでひとまずそこへ落ち着くことに決めたのであるお咎めによる追放なので知り人は言うまでもなく召使いたちも見送ることはできなかった。 ただ一人だけ藤枝の財から奉公に来ていた下僕の六兵衛が目付役と共に島田の宿まで送ってきた彼は美濃までの友を願って聞かなかったけれど美世は固く拒んで許さなかった残暑の照り返しで広い瓦原は目もくらみそうな暑さだった親子はその瓦をとぶとぶ歩いて行き やがて人足の肩によって彼方の岸へと越していったそれから三日経った日照りの続いた夏のあとで待ちかねた雨がまさしく秋の訪れのように降り出した日の夜八時頃と思える時分に藤枝彩の水森という村にある六兵衛の家を密かに訪れるものがある 六兵衛の婿の次郎吉が出てみると、城下のお屋敷で見かけたことのある美代に紛れはなかった。安之助を背に追ってびっしょり濡れていた。まあ、これはどう遊ばしました六兵衛もびっくりして飛んできた。いや、それよりもまずお召し会をなさらなければいけません。ただいますすぎをお持ち申します。 娘の貞と婿をせき立てながら自分がすすぎを取ってすぐに親子を上へあげ娘の晴れ着と孫のものを当座の間に合わせて着替えをさせた一度目を覚まして泣き出した安之助をようやく寝かしつけてから美世は六兵衛と婿夫婦を前にして座ったそして主従のよしみにすがって頼むのであるが この土地で何かたつきの技に取りつくまで親子二人の世話をしてもらえぬだろうかと言い出した。六兵衛はおろおろと声を震わせて遮った。お言葉ではございますがお前様はお国払いの海の上でございましょう。お二人様のお世話は願っても出たいところでございますけれども万一これが知れた時は 法に背いた罪に問われ、お前様ばかりか、安之助様のご一命にも関わると存じます。それよりは、ともかく、美濃のお里へお帰り遊ばす方がよろしいのではございませんか。それは、よくよく考えてみたのです。美濃は静かに、けれど、心の決まったしっかりとした口調で言った。 けれど、桃木は水野剣持様のご家臣でした。不運に死にはしても、桃木の魂は必ず御主君のご主護をしているはずです。私は茅野桃木の妻、安之助はその四つ木なのです。たとえ、どのような重罪に問われましょうと、侍には御主君のお国を離れて他に生きる道はないのです。 紫中は三世までというではないか六兵衛は両手で顔を覆い声を忍んでむせび上げた侍の道の厳しさもさることながら夫の魂の残っている土地を去りがたい妻の心が美世の言葉の裏にありありと映って見えたのである「よくわかりました」。 そのお覚悟なればもう何も申し上げることはございません。お世話というほどのことはできませぬがお力の足しくらいにはなりまする。お心置きなくおいで遊ばしませ。親子はその夜から六兵衛の世話になることになった。家族は六兵衛と娘夫婦。 それにまだ幼い孫が二人あり半自作のあまり豊からぬ農家だったので初めから安懺としているつもりのなかった美世は歌人の止めるのも聞かずに明くる日から海外しく野良へ手伝いに出た夜をしのんでしかし心の引き締まった生活が始められた昼は高知で働き夜はわらじを作り 縄を鳴ったかまどの前にも鏡のぶろをたいたそういう日々の中でたった一度だけ人目に隠れて泣いたことがあったそれは瀬戸にある柿の若木が枝もたわわに赤い実をつけたのを見た時だった「城下の家の柿はどうしたかしら?」。 そう思う思のと一緒にあの悪い知らせのあった日縁側からうっとりと青垣を眺めていた自分の姿が思い返された夫が生きていたらそしてあの初成りの柿が一つでも売れていたら今頃は青だけで籠を編んで安之助の背に負わせて危うげな足取りで歩く様を夫と共に笑いながら見ていたであろう 美代の目にはそのありさまがまざまざと見えたそれは未練な恥ずかしいことだったこんなことで二度と泣いてはいけない美世は泣きながら繰り返し自分にそう誓っていた翌年七月剣持忠義は三河の国吉田城へと頬を移された それで美代も吉田へ行く決心をした六兵衛と家人たちは言葉を尽くして止めた「ここにいればこそ乏しくとも無事な日が暮らせるのである」「幼い者を連れまだ若い婦人の身で知るべもない他国へ行けばどんな難儀に遭うかもわからない」「せめて和子が十歳になるまではこの土地で暮らすように」と。 美代の決心はけれど変わらなかった。ご主君剣持様のいらっしゃる土地が親子の生きるべきところなのです身の難儀は初めから覚悟のことですからそう言って心強く出立の支度を始めた六兵衛に見送られて大井川を渡ったのは八月初めのことだった。 道すがらは残暑に悩まされたが幸い水にも当たらず安之助も健やかに旅を続けて4日目に三河の国吉田へ着いたたやすく知るせない数々の苦労があったけれどその年の冬には小境の里に小脇内の掛け小屋を始めることができどうやら2人の口は過ごせることになった。 みおは泰之助に少しずつ素読の口まねをさせたり筆を持たせて金文字を書かせたりしながらいとまを惜しんでせっせとわらじを作った街道のことでおうらいの人は絶え間がなかったからそれは追われるほどもよく売れたまして六兵衛の家で習い覚えたのは農夫が自分の使うために作るものなので 初めから売るようにできたものとは持ち方が違っていたそれゆえしばらくするうちすっかり評判になりよその店を通り越しても買いに来る客ができてわずかながら蓄えも積めるようになった安之助が六歳になると三世は付近の禅寺へ頼んで学問を始めさせた僧侶は 義ありげな親子の人柄に同情したと見え「いっそう寺へお預けなされたらお前様もお身軽になれましょうが」と親切に勧めてくれたしかし美世はこう話す気にはなれなかったまだ朝の霜の深い早春のの道を安之助は元気に寺へ通ってゆき 帰ってくると声を張り上げて復讐をしたそして三世の夜鍋はそれから一層遅くまで続けられるようになったこうしてどうやら身の回りも落ち着いたと思う時水野忠義は再び国替えとなり五万石に花粉の上同じ三河の岡崎城へ移された正法二年七月のことである 丸二年の間に多少の知り人もできなりわいの道もついてほっとしたところだったけれど三世の心には少しも未練はなかった不思議な回り合わせでその時もまた八月の残暑の厳しい一日少しばかりの荷物を追い安之助の手を引いて三世は小境の里を西へと立っていく。 岡崎も初めての土地ではあったが東海道では指折りの繁盛な駅だったから電町大筋の裏に長屋の一軒を借りるとその家主の世話でさしたる苦労もなく城下外れの縄手道に小境でしていたのと同じ小商内の店を持つことができた家主の名は熊蔵と言った肩太りに太った小柄な体つきで だらけの顔に鋭い目つきをしているが近所中へ響くような声で日和の挨拶などをする男だった昔は馬を引いて街道を往来したという暴れ者で随分世間から嫌われたのだそうだがそれだけに世の裏表をよく知っていて困っているものがあれば身を這いでも面倒を見るという風だった。 今では伝馬問屋の店を持って親方とも言われ、年々岡崎藩から幕府へ献上される竹束の輸送は、ほとんど彼の店が独り占めの御用になっていた。熊蔵の引き立てもあったろうけれど、あぜ道の美代の店は自然と街道に名を広めていった。評判のもとは何と言ってもわらじだ。った。 矢米は矢もめ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 ロンジは矢字の岡崎ぶりであるがそんな通り言葉ができたほど三代の矢字は人々にもてはやされた張り詰めた生き方の見にゆく春秋を数える糸まはなかった安之助が十二歳になって 形ばかりに鎧染めの祝いをしてから間もなく、家主の熊蔵が改まった様子で縁談の話を持ち出した。相手はところの豪士で、年は四十を越しているが、家はもう子供に譲っていたし、家産も豊かなので、もし身をさえ承知なら、別に家を建てて暮らしてもよいということだった。今だから申し上げますが、 実はこれまでに何度もこういう話があったのです。と彼は膝を固くしてクソ真面目に言った。あなたほどのご器量で一人身だから無理もないことだが、私は陰ながらご気象をお察し申していたので、ご相談に上がるまでもなく何抜かすかと一言で断ってきました。けれどもこの縁談だけは、 私も欲が出ました。皇子といえば立派に侍で通る失礼ながら安之助様にも行く末御運の開けるもとだと思いますが熊蔵の言葉は心からの親切がこもっていた美世はしまいまで黙って聞いていたが聞き終わるとすぐにきっぱりと断った いささかも思い惑うことのないきっぱりと割り切った断り方だったやっぱりそうですか熊蔵はがっかりした様子だったけれど落胆の中にも美世の凛とした気性を突き止めたことは頼もしく思えたらしい彼はその話をピタリと切り上げ「それでは改めてご相談があります」 と座り直した「相談というのはなりわいを変えることだった」「安之助もそろそろ世間の見え始める年ではあるし飽きない店などを出しているとあらぬ噂が立ちやすいものである」「だからそれをやめて他にたつきの法を考えてはどうかというのだった」「それには一ついいことがある」「ご承知かもしれませんが」 この岡崎は竹の産地で年々お江戸へ献上する数も大変なものですがその中に矢べらにする竹がありますこの竹を削って磨いて矢べらにする仕事があるのですがやってごらんになりますかそのような仕事が女でもできるのでしょうか 表向きはいけないことになっているが、何お出入りの屋敷でその裁量をしているから、私が頼めばどうにかなります。これなら手間賃もいいし、わらじを作るよりは骨も折れないでしょう。その気が終わりなら、お世話をいたします。考えることはなかった。みよはあぜ道の店をたたんだ。 矢だけ作りは考えたほどたやすくはなかった矢べらまたはやみきという竹の作り方にはいろいろ作法がある十二足あるいは十三足三つ伏せなどといって拳一握りを即と呼んで長さを決めるそしてへらには節が三つあるのが決まりでおっとり節中野節げ節 上からら順に長つけられる。太さも長さもほとんど決まったのを選び節を削りヘラを磨きはずを切った上下塗りをすればよいのだが全てが熟練を要する監視仕事で初めのうちはよく失敗をした節を深く削りすぎたりはず切りの手が滑って幹へ割り込んだりした自然 自分でも手を傷つけることが多く、しばらくの間はいつも左手の指に白い巻き木綿の耐える時がなかったけれども始めが難しかっただけに慣れてくると美代はめきめきと腕を上げたそして自分でも面白くなるにつれて誰の作るものにも負けない立派な矢を作ってゆこうという望みが起こった。それには、 竹を厳選しなければならないから渡された数と仕上がりの数に開きができる自然手間ちは少なくなるがみよは構わずやっていった竹に無駄を出しすぎる果たしてそういう苦情が来た土地から算する矢だけには限りがあるのでそう無駄を多くしては困るというのだった はは言い訳はしなかったこれから気をつけて無駄を出さぬようにいたしますと答えたけれど仕事は少しも変えずに続けていた安之助は健やかに成長していったシンの中に育ちながら気質も伸び伸びとしていたし年とともに体つきも人に優れてたくましくなった学問には 満寺の北条へ通っていた十三歳の夏から町道場へも入門させたが父親の血を受けたのであろうこれは学問ほどには進まない様子だったこうしてさらに年月がたち安之助は十八歳の春を迎えたそしてある世のこと彼は珍しく形を正して 「母親の前に座った母上お願いがございます」「ひどく思い詰めた目つきだったので何を言い出すかと思っていると自分も辰けを助けるために働きたいというのであった私も18歳です男一人前の稼ぎはできなくとも親子2人の口を過ごすくらいはどうにかなると存じますどうぞ。 働きにやってくださいまし。おやめなさい。そんなことは聞きたくありません。いいえ、申します。母上にはお世話になりすぎています。修行中の体ゆえ、今日まではお情けに甘えておりました。けれど、もう十分です。これ以上、母上にご苦労をかけることはできません。私が変わります。 どうか母上はもうちん仕事などおやめになってください。お願いですから安之助に代わらせてくださいまし。あなたは考え違いをしています。美代は静かに遮っていった。母が働いてきたのはあなたを立派に成人させたいためには違いありません。けれど、 それさえ果たせば役が済むというわけではないのです。そのお言葉は安之助には分かりません。わからないはずはないでしょう。それともいつかお話申した父上のご最後のことはもうお忘れですかそう言われて安之助はぎょっとした様子だった。 美代の顔も苦しそうに青ずんだ。美代は顔を伏せ、低くつぶやくような声で静かに続けた。父上は不運な出来事のために、ご奉公半ばで世をお早めなさいました。やむを得なかったのでしょう。そうせずにはいられない場合だったのでしょう。けれど、 侍の道に外れたと申し上げなければなりません。死んでゆく父上にも、おそらく、そのことが何よりも苦しかったと思います。父上のご気性は、母がよく存じています。母には、父上の苦しいお心の内がよくわかるのです。生きる限りを生きて、 ご主に奉公すべき体を、私事のために自害しなければならなくなった。侍にとって、これほど無念な、苦しいことはありません。母には、それがよくわかるのです。どんなにお辛かったことか、どんなにご無念だったことか。安之助は腕で顔を押さえながら、 耐えかねたたようにむせび上げたご障害の時美世はそっと目を拭いながら言った父上が一番お考えになったのはあなたのことだと思いますあなたが人に優れた武士になり父の分までご奉公するようにとそれだけお望みなすったと思います。 あなたには、そう思えませんかそう思います。母上、そう思います。それなら、ご自分の修行を一心になさい。そして千人に優れた武士になるのです。それだけがあなたの務めなのです。母のことなど、 気を使ってはいけません。母には母の務めがあるのです。あなたを育てることと、父上の償いをすることです。償いとおっしゃるんですか償いです。父上のし残したご奉公を償い申すのです。それが、 かやのももきの妻としての一生の務めです。安之助は心底から感動していた。彼は涙に濡れた目を拭い、きっと形を正して母を見上げた。よくわかりました母上。私は一心に修行をいたします。そして千人に優れた武士になります。 それをお忘れなさるな。道はまだまだ遠いのですよ。けれどいつかは母上いつかは私たちの真心が殿様に分かっていただける時がございますね。その言葉まで打ち消す気強さは見よにはなかったししかも 長く忘れることができなかったのである。母と子の真句は、どのような報いをも期待するものではない。己の誠を貫き通せればそれでよいのだ。けれども、いつかはこの真心をご主君に分かっていただけるだろう、という安之助の気持ちもよく分かった。それが美代の心に未練を起こさせた。 ちょう禄兵衛の家の瀬戸で熟れた柿の実を見つけた時のように母の心がどうしようもなく澪を動かしたのである「せめて安之助だけは世に出したい」澪は母の愛情から一つのことを思いついたそれは矢だけを作る時はず巻きの下にあたるところへ「大願」と たを小さくりつけることだった極めて小さくたやすくはわからないようにもしかすればそれがご主君のお手に触れるかもしれない矢は的にいあてるものだから美よはますますよい矢を作るようになったそして必ず「大願」の二文字を彫りつけていった。 どうぞ、この文字が殿様のお目に止まりますようにそう祈りながら自ら神門に当たった剣持忠義は三世の申し立てを聞きながら泣いか。 尋問が終わって自分の居間へ入ってからも涙がせき上げてきて止まらなかった「女にもあれほどのものがいたのか」「幾度もそう思った」「武士の妻としては当然の覚悟かもしれない」「しかし当然のことがなかなか行われにくいものである」「当面の大事には 立派に働くことができるものも十年不退転の心を持ち続けることは難しい美世は格別手柄を立てたというのではないし形に現れた功績などはなかったしかし夫の意思を継いで二十年未人も揺るがぬ一心を貫き通した壮烈さは世にまれなものであるまことに それは壮烈というべきだったそういう一心こそは真の武士を生み世の土台となるものである。忠義はすぐに書状をしたためた。江戸では丹後神が待ちかねているに違いない。彼は手短に事の始終を記した上左のような章で筆を置いた。 重ねて申し上げ候大願の二文字は、剣持の目にこそ触れ目とて、掘り付け候者に御座候上様御命を汚し立て祭り候議儀は、おそらくは、御世の一心を、神明の加護をせさせたもうところと存じ候別に死者をもって、権上をつかむつるべく候も、 御元よりも御前よしなに御披露のほど頼み入り候四時にわたりはばかりながら、かかる女こそ国の礎とも思われ、恐れながら上様御ためにも、御執着申し上ぐべく存じ立てつり候安之助は、 ほどなく召し出されて父の跡目を再考した。美代はその時、なおこう言って我が子を戒めたのである。これで望みがかなったと思うと間違いですよ。むしろこれから本当のご奉公が始まるのですから、今までよりもっと心を引き締め、人の十倍もお役に立つ覚悟でなければなりません。 あなたはカヤの桃木の子です。人様とは格別なのですからね。今日も ゆかりちの朗読チャンネルをお聴きくださりありがとうございますこの作品公開日が偶然ですが山本周五郎先生のお誕生日にあたります改めてたくさんの名作を残してくださった修五郎先生に感謝しつつこれからも素晴らしい作品を皆様にご紹介できますように精進してまいりますので 今後ともどうぞよろしくお願いいたしますまた次回の作品でお耳にかかれますように